皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、またまた私の大好きな牡蠣を使って最高に美味しいね、絶品のおつまみができましたんで、これ紹介したいと思います。もう作り方も超簡単。牡蠣をさっとソテーして、大根おろしとね、市販の焼肉のタレでシャシャシャっと煮絡めるだけなんですが、これがめちゃくちゃ美味しくてね、もう牡蠣もぷっくりとね、ふっくらジューシーに仕上げるちょっとしたコツがあるんで、こちらを守りながらやっていただくとね、もう本当に美味しい牡蠣を楽しめますんで、ぜひ一回牡蠣好きの方は作ってみてください。そしてね、動画の最後、私食べてるシーンがあるんですが、そこでね、こういう牡蠣とかね、魚介類なんかと合わせるとめちゃくちゃ美味しい日本酒も紹介しますんでね、ぜひお酒が好きな方はね、そちらも最後まで見ていってください。マジで美味しい、いいお酒です。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらね、加熱用の牡蠣1パックです。今回7粒ありますね。もうこちら下処理済みで、キッチンペーパーなどでしっかり水分を拭き取っておいてください。牡蠣の下処理方法がわからない方は以前動画で説明してますんで、あの説明欄の方にリンク貼っときますんで、そちらを参考にしてください。はい、そしてこちらね、牡蠣との相性抜群の大根おろし、まあ適当でいいんですが、だいたい大さじ3、4杯。そして味付けは市販の焼肉のタレ、こちら大さじ3杯です。そして塩コショウ、こちらでね、牡蠣に下味を軽くつけます。はい、あと片栗粉を適当に用意してください。この片栗粉で牡蠣の表面をコーティングしてね、旨味をギュッと閉じ込めますんで、片栗粉を用意してください。材料は以上でーす。はい、まずはこちらね、下処理してしっかり水分を拭き取った状態の牡蠣、こちらの表面に塩コショウで軽く下味をつけます。片面だけで OK なんでね、軽く塩コショウしてください。はい、こんなもんで OK でーす。はい、コショウもいっちゃいましょう。ガリガリガリっと。はい、 OK。はい、そしてこちら片栗粉ですね。先ほど塩コショウした牡蠣、このね、表面に片栗粉をまぶしてください。結構しっかりまぶしてくださいね。もうコーティングしちゃいます。そしてもうパタパタっと軽く余分な片栗粉を叩き落として、この状態、これ全ての牡蠣にやっちゃってください。はい、結構ねコテッとつけて表面に片栗粉をまとわす。そして余分な片栗粉をはたき落とす感じね。これでね、牡蠣の表面に火が入ると薄い膜ができて、旨味をギュッと閉じ込めてね、ぷっくりと美味しい状態に仕上がりますんで、しっかり片栗粉でコーティングしてください。はい、こちらね、フライパンを用意していただいたら、軽く油を入れてください。気持ち多めぐらいですね。はい、そうしましたら、火力は中火で構いませんので、しっかりとこのフライパンと油を温めてください。はい、こんな感じでね、しっかりフライパンを温めて、もう油がサラサラっと流れるぐらいの状態になりましたら、先ほど用意しておいたこの片栗粉でコーティングした牡蠣を入れていってください。この表面をね、さっと焼いて香ばしい焼き色をつける感じです。裏表にいい感じの焼き色をつけちゃってください。はい、フライパンしっかり温めて中火で焼くと、もうさっとで大丈夫、香ばしい焼き色がつく感じね。はい、こんな感じ、だいたい1分ぐらいです。裏表をひっくり返してください。表面をさっと焼いて、この香ばしさをプラスする感じね。はい、こちら裏表しっかり焼いちゃいます。はい、こんな感じですね。だいたい片面1分ずつぐらい。まあ2分ほどね、こうひっくり返しながら焼き色をつけて焼いていただいたら、火力は弱火に変えてください。そこで用意しておいた大根おろし、
焼肉のタレ、あれすべて加えます。あれもあとはさっとで OK です。全体的に煮絡める感じ。ここ火力が強すぎると焦げちゃうんでね。アニオンもさっと煮絡んだら OK。 ほんとね、全部で 4,5 分もかかりません。しっかり香ばしく焼いて、大根おろしと焼肉のタレを煮絡める。これで OK。 じゃあ盛り付けていっちゃいましょう。はい、こちらね、さっと煮絡めた牡蠣を盛り付けましたら、ちょっとお鍋に大根おろしがね残ってると思うんで、上にもたっぷりのしといてください。もうこれに絡めながら食べるとむちゃくちゃ美味しいんで。はい、ここからはお好みなんですけど、まあね、彩りもありますし、ネギとの相性もいいので、刻みネギなんかをパラッとトッピングしてください。そして私はさらにここからね、一味唐辛子を振りかけてちょっと刺激を加えます。はい、軽くパラパラっと。はい、これで完成。めちゃくちゃ美味しいね、牡蠣のおろし焼き。マジつまみになるんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは今日もポーチャだきます。はい、間違いない、めちゃくちゃうまい。骨しっかり温めたフライパンで牡蠣の表面を香ばしくさっと焼き上げてるんで、この牡蠣の風味と香ばしい香りが混ざり合って抜群。味付けはね、市販の焼肉のタレなんで、もう間違いない。そしてね、大根おろしもたっぷり入れてるんで、あの濃くなくいい感じの状態に仕上がりますんで、マジおすすめ。ほんと牡蠣が好きっていう方はね、ぜひ一回作ってください。やっぱね、冬のこの寒い時期になるとスーパーどこ行っても牡蠣売ってますからね、もうほんとおすすめ。しかも片栗粉でしっかりコーティングしてるんで、ぷくっとね、旨味を閉じ込めて、マジでやばいです。うまい。今日も飲んじゃう？あいよー、これこれこれ。今日紹介したい日本酒はね、よいしょと、こちらよ、こちら、麒麟山の純米吟醸辛口。ほんとこれ新潟のお酒で、ほんと辛口でね、すっきりしてて、魚介類なんかに合わせるとマジやばい。ということで、ちょっととっくりに入れてきたんでね、いっちゃいましょう。あい、うまそう。乾杯。あー、最高。めちゃめちゃええ香りするし、これは最高。キレが良くて、絶対ね、牡蠣とかね、淡白な白身魚とか、まあお刺身系なんかに抜群の相性なんでね。うん、マジ麒麟山おすすめ。いや、これは美味しいわ。まあ最近便利になりましたよね、ネット通販なんか使えばね、いろんなお酒簡単に取り寄せられますし、まあ一応この麒麟山も説明欄の方にねリンク貼っときますんで、ぜひ覗いてみてください。ほんと魚介系と合わせると最高ですよ。もうお寿司なんかもいい。うーん、これめちゃめちゃうまいわ。マジ牡蠣好きやったらやってみて。最高。